OV-10 ブロンコアメリカ海兵隊所属の OV-10DOV-10 ブロンコはアメリカ合衆国のノースアメリカン社が開発したコイン機各社の初期設計案1959年にアメリカ海兵隊では OA-1 バードドッグの後継機として高性能の観測機の開発を決めたがまたアメリカ空軍では A-1 スカイレーダー攻撃機や B-26 インベーダー爆撃機を代替するコイン機を求めており、さらにアメリカ陸軍でも独自の近接航空支援機を求めていた。アメリカ陸、海空軍ではそれぞれ機体の研究を開始したが、1963年9月に三軍共通のコイン機を共同開発する方向で進められることになり、 警部総偵察航空機計画として、アメリカ海兵大気の調達を管理する、アメリカ海軍が所管することになった。10月には、ララ計画の提案要求が出され、優れた短距離離着陸能力を持ち、最大速度265キロトン以上、固定武装として7.62ミ、mm、リメートル基準4丁装備、並走搭載能力1088キログラム、空挺隊員6名、または、 貨物 910kg を輸送もしくは空中投下が可能なことが求められた。この要求に対して国内メーカー11社から設計案が提出され、1964年8月の最終審査でノースアメリカン社の名マイナス300案の採用がアメリカ海軍から発表された。同年10月17日には用部マイナス 10A の名称で7機の試作機が 発注されている。腰部マイナス 10A は記録的なスピード開発で進められ、1965年7月16日に試作初号機がポートコロンブス国際空港で初飛行した。試作機7機のうち試作5号機以降は主翼端が延長され、試作7号機ではエンジンを P&W 射精。 T74 ターボプロップエンジンからギャレット車線 T-76 ターボプロップエンジンに換装した。腰部 -10A の飛行試験では、速度性能や高速安定性などが、要求値を大きく下回ることが判明し、さらに一度落選したコンベア車が、自社開発した、モデル48チャージャーの比較審査を、アメリカ海軍に求めたため飛行試験は長期化した。 ノースアメリカン社では、要求値を満たすために主翼をさらに1.79メートル、延長して12.5メートルとし、エンジンも出力強化型のギャーレット車製 T-76G-10、12ターボプロップエンジンに換装、エンジンを操縦席から6イン離して、騒音を軽減した。また、走行強化やル漏タンクの改良、 エンジンナッセルの取り付け位置を15センチメートル外側に移して観測隕石への騒音現象を測り、胴体仮面の機重収容はエポンス・ポンソンも下回りズノをつけるなどの回収が施された。ララ計画では途中でアメリカ陸軍が近接航空支援の分野で縄張りを主張していたアメリカ空軍から反対を受けて計画から降りたため三軍共用化は 崩れたものの、アメリカ空軍がまず109機を発注。続いて、アメリカ海兵隊が76機を発注し、量産初号機は1967年8月6日に、初飛行した。量産機には、OV-10A の正式名称が与えられている。コロンビア空軍所属機、F、FAR2008 にて、タラワ急強収容陸下に4番艦、ナッソー甲板上の、 アメリカ海兵隊所属の OV-10DOV-10D の胴体上面に搭載された赤外線ジャマードイツ空軍の塗装を施したブロンコデモチーム所属の OV-10B 透明な後部観測窓が見える OV-10 は直線翼の主翼を高翼配置し後部胴体は主翼につけられた双発のエンジンポッドから伸びる創部無形式 両ブームビタンに垂直安定板を立て、その上端を水平安定板で結ぶという独特のスタイルをとる。主翼には、公園に左右角に分割されたダブルスロテッド式フラップが設けられており、フラップ外側にはエルロンが置かれ、フラップ直前に当たる。主翼仮面には、フラップと連動するドアを設け、フラップダウン位置ではこのドアが、下方に開き、主翼仮面の空気を、 フラップうわらに導いて、揚力効果を高めている。主翼前縁には高揚力装置はなく、エルロン直前に線形をした独特のスポイラーが配置されており、エルロンと連動して、要操縦の補助として使用されるが、1枚版ではなく、各4枚に分割された小型のものになっている。本機のエストール性能は、とても高く、空母や、強襲揚陸艦にも、 カタパルトやアレスティングワイヤーなどを用いることなく、離着感が可能であった。ただ、あくまでも陸上機であるため、艦上からの運用は通常を行わなかった。操縦席はタンデム副座で、座席には00式のリングッドマイナス 3B 射出座席を装備し、座席背後にはスチール製、座席仮面にもアルミニウム合金の装甲板が貼られている。また、 全部キャノピーは2センチメートル厚の防弾ガラスとされ、乗員への安全対策も図られている。前線航空管制という任務の特性上、複数の味方地上部隊、航空機変態などとの交信が多く発生するため、この大きく左右に張り出したキャノピーは、味方無線の周波数情報や攻撃機変態の並走状況などを書き込む、ホワイトボードならぬ、 キャノピーボードとしてアナログながらも視線を落とさず情報を確認できるため効果的に利用された。書き込みにはグリースペン、マジックペンが多用された。コックピット後方の胴体ポッド内は貨物室で空艇隊員6名、または単価2章と衛星兵1名、1451kg までの貨物を搭載できるようにされている。また、 写真撮影や標的栄光時には胴体ビブをフレキシブルガラスの風防に乾燥することができる。なお、胴体ポッド後部には整流カバーを兼ねて左側に180度回転する超蓄外式開閉ドアが設置されているが空中での開閉はできず空底隊員や貨物などを空中投下する場合は飛行前にあらかじめこのドアを外す必要があった。 胴体仮面左右には、スポンソンがあり、スポンソン内に、それぞれ、M60C7.62mm 基準を、各2丁と、弾薬内蔵する。スポンソン仮面には、各2箇所のパイロンの装着が可能で胴体、中央仮面にもパイロンがあり、造装を装着できるようになっている。また主翼外翼下に、それぞれ、各1機のハードポイントが設置され、 自衛用の AIM-9、サイドワインダーソラ対空ミサイルや通常爆弾など搭載することができたが、通常使用しないのが一般的だった。降着装置は機体規模に対して比較的大掛かりなものになっており、後述する未舗装道路への着陸などにも威力を発揮している。しかし、取り回しを考慮してか、ホイールベースは短いものとなっており、 結果的に着陸安定性とのトレードオフとなっている、嫌いもある。エンジンは、ギャレット車製 D76G-10、12、ターボプロップエンジンを搭載し、後ろから見て、左翼側の G-10 エンジンが時計回り、右翼側の G-12 エンジンが、反時計回りの回転方向を持ち、互いの回転トルクを打ち消している。燃料タンクは、 主翼内に置かれ、それぞれ内外翼に二分割されたものと、中央翼の、計5箇所に配置されており、容量は内翼部が69ギャル、中央翼と、外翼が40ギャルの計258ギャルで、燃料は、アメリカ空軍の場合 JP-4 を使用する。左エンジン排気管内にスモークジェネレーターを、搭載しており、 動作メインギア格納部内のタンクから気発揚を送ることで最大4分程度の円膜展開が可能。ファク任務での攻撃指示の際は誤爆を防ぐため攻撃指示機、非攻撃指示機が互いに位置を確認した上での攻撃結構が基本となるためこの発煙機構と無線の併用により機体確認がより確実に行われている。また、 地上部隊への支援のための円幕展開や、爆撃侵入コースの指示などにも使用された。アビオニクス類は、アン、AIC-18 機内向話装置、アン、ARC-51BXUHF、AM ラジオ、807AVHF、AM ラジオ、FM-622VHF、FM ラジオ、HF-103HF、 SSB ラジオなどの比較的簡素なものを搭載し、広報装置では、アン、エーズン七十五磁気コンパス、アン、アン五十二多感、アン、アラ五十 u h f 自動方位探知機、アン、アン八十三 l f, f a d f 五十一 r 六 v o r INS、五十一 v 四 A 管制広報装置、グライドスロープレシーバーを搭載している。 また、アメリカ海兵隊向け生産機では、電波高度計が搭載され、アメリカ空軍向け生産機では、戦価確認用のキロバイト -18A ストライクカメラを搭載している。OV-10A は、1968年2月23日から、アメリカ空軍とアメリカ海兵隊への引き渡しが開始され、アメリカ空軍は、ハールバートフィールド空軍基地所属の、 第4410コンバットクルー訓練航空団第4409コンバットクルー訓練飛行隊アメリカ海兵隊ではキャンプペンドルトンの第5海兵観測飛行隊に最初に配備されて乗員訓練が開始された。同年7月にはアメリカ海兵隊の第2海兵観測飛行隊が南ベトナムのマーブルマウンテンに派遣され、 続いて、第6海兵観測飛行隊も派遣された。同年7月31日には、アメリカ空軍の OV-10A も C-133 カーゴマスターによって6機が、南ベトナムのビエンホア基地に空輸され、同年10月には、第二陣もビエンホア基地に送られて、前線航空管制任務に使用された。1969年1月には、アメリカ海軍が、 アメリカ海兵隊から着用した18機の OV-10A で第4系攻撃飛行隊を編成し、4月から、メコンダは川口の便追に展開させ、第3系ヘリコプター飛行隊の UH-1B と共に、デルタ地帯の監視や、剪定護衛などの河川作戦に投入された。ただ、OV-10A は、実戦で運用してみると、性能的に、 中途半端な機体であることが判明し、アメリカ空軍海兵隊ともに、ファク機や観測機として多用した。また、アメリカ海軍と海兵隊は、OV-10A の貧弱な固定武装を改善するために、胴体下部ハードポイントに 20mm 機関砲ポッドを一部の機体に搭載させていた。1970年になると、アメリカ空軍とアメリカ海兵隊では、 OV-10A の夜間攻撃能力付与という考え方に基づいてアメリカ空軍ではペーブネール計画に着手アメリカ海兵隊でも OV-10D の開発に着手されたペーブネール計画では夜間用ペリスコープ標準機レーザーデジグネーターターゲットイルミネーターロラン受信機などが新たに搭載され アメリカ空軍が保有するほとんどの OV-10A に改修が施された。一方の OV-10D は、o v -10 アンペア試作2号機を改造した、空力試験機 o v -10D が1970年6月に初飛行し、もう一機新たに製作された o v -10D と、共に1971年から1972年に、 かけて、南ベトナムに派遣されて、運用試験が行われた後、1974年に17機の OV-10A と1機の用部 -10D からの量産回収が認められた。OV-10D は、機種に案、アス -37 前方監視赤外線、レーザー目標指示、自動ビデオ追跡装置と、歩く -144 赤外線妨害装置を、 搭載して半球形のセンサー収容部が機種仮面に張り出している。また、追加した電子機器の冷却のため機種左右にエアインテークが追加された。エンジンは、ギャレット車製 T76G-10-12 から出力強化型の T76G-420-421 ターボプロップエンジンへ乾燥された。 試作機用部 -10D では固定武装も M67.62mm 基準から機種のセンサーターレットと連動可能な M19720mm3 方針機関砲に変更されたが最終的に M197 の搭載は中止され対空時間延長のため胴体下面への増装タンクの追加のみとなる同時にそれまで ロケット弾ポッドや AIM-9 サイドワインダーなどの軽量物のみの搭載だった主翼化パイロンに増装の搭載が可能となった。また、後に23機の OV-10A も OV-10D 規格に改修され、合わせて機体フレームの強化や搭載電子機器類の新型化なども行われて OV-10D と呼ばれている。森林火災などに対応する CAL。 ファイア所属機 OV-10 は、最終的に360機が製造され、アメリカ空軍に157機の OV-10A、アメリカ海兵隊に110機の OV-10A、D が配備された。アメリカ空軍の OV-10A は、1990年に、後継となる、A、OA-10A サンダーボルト2攻撃機との、交代が完了して退役。 アメリカ海兵隊の OV-10A-D も1995年に FA-18 ホーネット戦闘攻撃機との置き換えが完了して前機が退役している。退役した機体の一部は消防機として使用されており、消火剤を搭載した航空機への前線航空管制や森林地帯での偵察に使用されている。また、NASA でも各種実験に使用されている。 2015年になって2機の OV-10 が現役復帰しアイソルとの戦闘に試験的に再投入された。この OV-10 はエンジニア電子機器の回収を受けた OV-10G と呼ばれる改良型であるが、それでも運用コストは F-15 のようなジェット戦闘機の数分の1から数十分の1程度で済み、120回以上作戦投入されて、 一定の戦果を上げたとされる。CNN のインタビューに答えた、元アメリカ海軍中佐で、軍事アナリストのクリス・ハーマーは、ブロンコの現役復帰は、良いアイデア。F-35 のような新兵器を、武装勢力への作戦に使うのは、ゴミ収集の仕事のために、ローレスロイスの車を使うようなものと話し、OV-10 の再運用を評価した。 OV-10 は F-15 の半分程度の速度で飛行することができ、また、無人航空機と異なりパイロットが直接戦場を視認しながら作戦を行えることから、こういった低供度紛争では、極めて有効な兵器であると考えられている。ベトナム戦争時、クメール人傭兵とアメリカ兵の3名によるカンボジアへの越境作戦が実施された際、 北ベトナムのパトロール部隊と偶然、交戦状態となり、迅速な離脱が必要となった。これに対して、支援のため2機の OV-10 が出撃。同じように脱出のためのヘリコプターも出撃したが、接近する敵部隊の距離などから、吊り上げが間に合わない見込みが大きかったため、同 OV-10 のパイロットの判断により、地上部隊指揮官へ、 付近の未舗装直線道路への強行着陸、脱出を提言し、これを実施。偵察員に着陸後の自力での後部ハッチ開閉、機体内部を叩いての合図などを、あらかじめ指示していたため偵察員の搭乗完了後は、速やかに離陸。これにより、見事、3名の偵察員を脱出させることに、成功した。アメリカ軍では、大半が引退した。 OV-10 だが、マイクマンクラークが創設した、マンジック財団が立ち上げた、民間団体、OV-10 スコードロンが、胴体保存のために復元作業を進めている。2018年、国立ベトナム戦争博物館から6機分の OV-10 の機体部品を入手し、すでに保有していた1機の OV-10 と共に、復元作業を行った。 最初に復元した OV-10D は2019年6月22日に地の飛行場でエリック・ハッパートの操縦で再飛行に成功した。軍、政府機関及び観光所のみ記述し民間機は除外する。NASA では各種実験機体及び機材としても運用された。1972年からプロトタイプ用部 -10 を利用して実施された。 低速飛行性能の増加実験では、フラップと主翼の間に、油圧式の円柱シリンダーを追加しており、このシリンダーが、フラップ稼働時に、主翼上面側に稼働することで、フラップが90度近い状態でも正常に空気を誘導し、高い低速度性能を発揮した。エンジンも、アリソン社製、T56 エンジンへ換装プロペラも4羽のものに変更され、 フラップへの送風量も増加されており、最終的に OV-10A の失速限界が約40ノットに対し、主翼面積の小さい o v -10 でありながらも約30ノットでの低速飛行を成功させた。1996年には OV-10A を使用し、米空軍と共同でデジタル音声認識システムの実験に使用された。 この実験では同期に搭載されたイサバスコンピューターと ITT 社製のデジタル音声認識ソフトウェアを使用し実施された。この実験は通常高行速度、地上中期、飛行中、4G 程度までの旋回など様々な環境下での音声認識精度の確認実験となっており、ライトパターソン空軍基地所属のパイロット12名、 NASA 所属の OV-10 パイロット4名が被験者として集められ、機上やラボ、またはハンガーなどで、チェンジレーダー、モード、エアー2エアーモードなどの182種の航空作戦で必要とされるフレーズの認識テストを行った。初期の飛行中実験では55%程度の認識精度であったものの、ソフトウェアのノイズ除去などのパラメーター調整を ITT 社と連携して行い、最終的には、地上で99.5%、通常飛行状態で97.3%、4G 環境下で86%の精度での認識が確認された。最終的に得られたこれらの実験データは、音声認識の研究を行っている機関やコミュニティへ配布された。ちなみに、VRS-1290 の名称は、 ITT 社側で1295の認識を保証していることから来ている。1999年にはシリーズのポッドを主翼上面に追加搭載された OV-10A が使用されている。ありがとうございます。